はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月13日土曜日、時刻の方は16時1分です。見える？テケテテテテピピュー。はい、そんなわけでね、今回はニューロ光の話題になりますね。はい、今回はニューロ光 F660A ONU 交換で喜びの声が殺到ってことだよね。ちょっと簡単にまとめてみたいと思います。はい、まずはね、1人目、2時間前にいただきましたね、ヨシヒコさんになります。お兄さんはじめまして。先月ニューロに契約したのですが、最初の ONU で SGP200W が来ました。早速動画でもおっしゃられている通り、余計なことは言わず部屋の模様替えで縦置きないとーと伝えたら、すんなり F660E に変えてもらいました。ありがとうございましたってことでね、おじいの動画を参考にしてもらってありがとうございます。本当ね、かっこいいでしょ、縦置きね。最初のこのピチャクピチャクのやつよりはいいでしょ。全然ね、黒の方がかっこいいし、縦型でしっきりとして、ランプも全部見えるしね。本当、お絶好調に誓ってください。ありがとうございます、ね。はい、次はコーンさんですね、6日前にいただいております。動画を参考にさせていただき、早速電話しました。家をリフォームしたので、今使っている横置きのが置けなくて宙に浮いちゃってるので、縦型のないですかねと聞いたら、ありますよ、寸法言うので置けるかどうか見てくださいって言ってくれて、すんなり交換 OK になりました。動画ありがとうございましたということでね、ありがとうございますね。本当、もう最近ね、ユーロにサポート電話する方はね、家をリフォームする方がかなり増えてきちゃうね、本当ね。はい、そんなわけでね、終わりよければ全てよし、ね、もう余計なことはもう言わない、ね。で、縦型ないです、こうなんだよね。もう自分から F660A を言ってはいけない、ね。こちらが選択しなさいっていうね、与えてはいけない、相手から引き出す、ね、これでございます。はい、次はね、北斗さん、ね、3週間前です。全然電波通らないから変えてもらったら激変。 HG80459 と比較するとプラス 100Mbps になった。 F660A の方が細かい設定できて、いろいろできそうでよかったです。変えて最初絞られたけど、設置スペースが無理って言ったら、最初ファーウェイの OEM のやつ勧められたけど、縦置きじゃないと無理ってごねたら変えてもらった。来るまで2週間かかったけど、元気なおじいさんの動画見といてよかったですよってことでね、ありがとうございます。本当ね、全然電波取んないでしょ、ファーウェイね。そうなんだよ、 HG80459 ね、本当ダメダメなんだよね。F660A の方がね、絶対幸せなんです。電波はちゃんと通るし、速度も速くなるし、安定してます、何よりもね。で、1ヶ月に1回ぐらいね、電源入れ直してリセットした方が絶好調です。もう何ヶ月もつけっぱなしにしておくと、たまに遅くなる時があるから、1回リセットしてあげないとね。おじいも、よくやってるよ、1ヶ月1回ぐらい、電源引き抜いてまたつけてってね、めんどくさいかもしれないけど、まあ、それで自分なりのメンテナンスだと思ってますのでね、快適に使ってください。ありがとうございます。はい、次はね、福さん4週間前です。おじいこんにちは。おじいの動画からニューロ光に入ったのですが、ありがとね。設置されたのが HG80459 でした。おじいが危険と教えてくれたので、本日電話をして交換をお願いしました。おじいの助言通り、横置きだと縦置きに交換をお願いしますと言ったら、10分ぐらい保留で待たされて F660A を送ってくれることになりました。本当にありがとうございました。これからも有益な情報やおじいショッピング楽しみにしてます、ということでね、ありがとうございます。本当ね、おじいショッピングまで楽しみにしてくれてるんだね、ありがとね。本当ね、はい、そしてこれまで3週間前です。 X4 さんですね、はじめまして。動画参考になりました。昨日ニューロ光回線工事が終わり、 SGP200W が設置されました。作業員の方に最新機種ですかと聞いたら、はいと言われたので、ラッキーと思っていたのですが、事前に調べた時にニューロ光のルーターは当たり外れがあるというのは知っていたので、こちらのルーターをググったら
こちらの動画に出会いました。早速縦型希望ということでニューロ光に連絡を入れ F660A を送ってもらうことに成功しました。ありがとうございましたということでね、まあよかったね。まあかっこいいしね、気持ちがいいしね、本当あのこの機種もね、あの F660A 並みぐらいにはね、あの出るよと言っても、あの色も白いしね、あの縦の方がやっぱいいでしょこれはね。とりあえずね、あのまだ情報がものすごい少ない中の1人2人3人の情報よりも、もう圧倒的にみんなが使っていいって言ってる枯れた機種の方が絶対にいいに決まってるんだよ、何にしたってね。新しく出たばかりの OS よりも枯れた Windows の方が、 OS の方がね、安定して動作が確実なんだよね。ファーウェイだって最初そうだったね。 HG80459 の方が F660 よりも早いんだね。あと何だっけ、接続するのがね、ファット、あの NTFS にも対応するし、接続数も多いしね、あのそっちの方が上なんだ、神なんだっつってね、いやファーウェイの方が神だ、いいぞなんてね、そんな情報が最初すごい回ってたんだよ、おじいが契約した頃は。それが逆転になったんだからね、これはね。本当だからね、本当少ない情報に踊るよりも確認したものを選んだ方がね、幸せだよこれはね。もう冒険する必要はないというかね、もう確実にみんながいいねって言ってるものを選んだ方が無難ということです、これね。はい、次はね、GTR さんでございますね。ちなみに開通当初はファーウェイの ONU ルーターでしたがね、80459、噂通り Wi-Fi の速度が出ない。 ONU ルーターと距離50センチぐらい、かつ5ギガ帯で iPhone 6S プラスが 130Mbps ほど、有線 LAN の Windows 10、ね、先端ポート接続で 180Mbps でしたから、光回線開通翌日、光電話オプションの場合は光電話開通翌日から ONU ルーターの交換に応じるルールだそうで、では ZTE660A に交換依頼し翌週に送付され、今の快適速度環境になりました。コールセンターでは交換申請理由をしつこくねだられましたが、ファーウェイの横置きではね、横型では置き場所がない、今までの KDDI の縦型ルーターだったから新たな場所がない、今は足元に危険な状態が転がってるよって説明したら、あっさり OK でしたってことだよね。もう全てはね、もうここら辺から始まっております。本当ね、ありがとうございます。みんながね参考になってるよ本当ね。そしてね、このフランケルさんね、もう問題のフランケルさん、元気なおじいの動画をね、サムで叩いてるとか、あとつまみ食いで見てるからね、しっかり見ないからね、もう昔おじいの動画にいっぱいコメントくれるのにね、しっかり中身を見てないからね、こういうことになった、流れを見てね、おじいこんにちは、うちも HG80459 を使用していて交換したいなと思っていたのですが、12月は時間がなかったので本日交換のお願いをサポートに連絡しました。接続が途切れるを理由に交換をお願いしました。接続を途切れるを理由に不具合でね、を交換に、をお願いしました。最新の F660A か FG4023B に交換を依頼しましたが、自分から言ったんだね、このどっちかにしてくれってね、受け付けてもらえなかったので、これでお客さんの言いなりにはならないっていうね、あのマニュアルがあるよね。解約を知らしかせたら、最近リリースされた SGP200W なら交換可能ですと提案してきました。この機種もいちいち AC に対応している機種のようですが、まだ詳細の仕様はまだ調べてません。結局この提案してきた機種に交換することにしました。でも HG80459 ではなくなったからよかったかなってね。ね、メーカーステッカー変わって OEM ね、同じもの交換されてね、騙された一例でございますね。おじいの視聴者さんでありながらね、なんてこったってね、本当びっくりだったねこの時ね。でこれ早速取り上げたんだね。だなんでこの接続を途切れるを理由にしちゃったのってね、あんなにあんなに言ってたのにね、なんでこれを理由にしてたの。だ1ヶ月前だよこれ。だってみんなさ、こんな5ヶ月前とかさ、3週間前とか4週間前とかね、3週間前とかもうみんなね、これも6日前なんだけどね、これが結局
あれなんだね、このフランケルさんのこのドホホ話をネタにした動画を見て、あ、もうおじいの言う通りちゃんとね、リフォームとかもやられて縦型じゃないと、もう余分なことは言わないっていうね。だいい参考になったんだこれはね。なんでこれだ、不具合を言ったら個体差の可能性が高いので同じものに交換というのが基本になります。これね、だからね、不具合の理由を言ってはいけないんだよ、本当にダメなんだよこれね。だからね、で、自分から選択肢を出してはいけない。もうここでね、 F66 マリエかね、FG4023B ってね、もうこれに交換してもらえたらダダッコで、一人のお客さんのダダコネをやったら、これにしてって言ったら、公開してもらったら言ったら、バーッと広がったら、みんなの言いなりにならなければならない。メーカーとして、それはできない。だから、絶対に言いなりにはならないっていうね、絶対に、要望を受けてはならないっていう、そういうルールがあるんだよ。ね。ダメなんだよ、これ、絶対ね。ほんと。で、次ね。で、この後、おじいこんにちは。おじいの動画はチェックしているのに、これに関しては完全にミュートしていましたね。クリニック研修だけ、本当に。ね。完全に深く、違約金取られない状態になったら、一度解約して再契約するかな。ここに確認されている人は、一度解約して再契約したのかな。少なくとも、既存ユーザーは、NSDG1000T に交換はできず、新規ユーザーでスマートセットをつけてネットからの申し込みでないとこの機種は入手できないはずってね。そうだね。で、ね、解約できる、工事代金がゼロになった頃ね、やめようかな、返り直しようかな、なんて言ってんだよね。で、これでね、おじいがそれまた動画にしたらね、もうこのコメント消されちゃったから、ここからね。おじい、こんにちは。いろいろ気にしてくれてありがとう。動画の中でキャンセルあるのみとお声かけていただきましたが、もうキャンセル、キャンセル、送ったのキャンセルってね。すでに受け取った後でした。それ返せ、そんなのですね。で、今回は社会勉強だと思って諦めます。ちゃんちゃん、日本人。ね。でも、諦めきれないので。メルカリで F660 マリエ未使用物が出品されていたので、要請ちょっとで購入し、自前で用意しました。京都と言って。だから、ONU の中にいろんな情報データ書く前から、使えねえよっつってまたね、動画作ってあげたんだよ。それ無駄だよって。だから、そんなことをする前に、交換とか受け取り金とかね、トライしなさいよってお金かけないで、もったいない。ね、そんな要請があったら、なんか買って、本当ね。はい、それでね、それをまたね、題材にして作ったらね、うん、ONU について知識が足りませんでした。マックアドレスが違うので使えないで、いや、そういう問題じゃなくてね、データ入ってんだよ。ユーロ光の方で、プロバイダーの方で書き込んでくれてるからね。個人ではできないんだよ、それがね。で、ダメ元でもう一度部屋の模様替えを理由に縦置きしかできないと言って交換してもらいチャレンジしてみます。やっぱ諦めきれないんだ結局ね。で、ね、端末もそうじゃん。 IMEI でね、その端末と紐付けされてるでしょ、ね、だからダメなんだよ、勝手に交換してもね。で、次ね。はい、その後。もう一度設置場所を理由に交換をお願いしたら、その場では拒否されず、HG80459 の回収がまだ終わってないので、回収後、何営業日か経過したら改めてお問い合わせくださいと言われました。少し望みが出てきたかも。ね、もう一回連絡してみなさいよって言ったら、一度断られたのに、この間断ったってバレたらな、グリ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 って言ったら、そんな同じ人に、そんな委託の会社でニューロの人じゃないわけだし、ね、会社員でもないわけだし、ね、たくさんの相談がバン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 、ね、すごいいっぱい来てて、ね、アルバイトもいっぱいいるわけだし、ね、そんな偶然がないよ、つって、ね、どんどんかけたもんがしたよって、いや、やらないで、ぐず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 言わないの、つってね。とにかくトライしてこないよってね。同じ人が出たら、間違えました、バインって切ってまたかけて違う人に下がるまでやればいいんだよ、ってね。ほんと。はい。で、その次です。おじい、こんにちは。F66A 届きましたよ。早速設置して使用していますが、すごく快適です。
しかし勉強代を払ってしまいましたが、最終的に F60 リネットに着きました。あとはメルカリで購入してしまった方の F60 をどうするか。今回分かったのは、交換は1回限りではなく、設置場所を理由にすれば2回目でも交換多分してくれることでしたんでね。だそうなんだよね。だ設置場所が縦型ではなきゃってね、それでいいなよってあれほど動画で言ってるんだからね、やっとね、動画の通りね、設置場所がって言ったらすんなり交換してくれたっていうね。そう、止まりしたね、4000かけてね、本当ね。どうなったのメルカリの66までね。はい、そんなわけでね、全ての物語ね、本当ね、こちらから始まってる。これね、本当ここのね、ね、はい、ね、これ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 、ね、ここから、このね、GTR さんの5ヶ月前の、ね、5ヶ月前の、これね、置き場がない。ファーウェイの横型では置き場がない。ね、縦じゃないと、もう足元にね、転がってる状態でね、危ねえぞ、っつってね。で、これいいよね、つってね。で、おじいが動画作ったんだよね。そしたら、もう、特攻隊長が、小太郎さんだったら、でけ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 でね。で、その動画を見て、ね。GTR さんが買ってたからね、そうだね、こうやって転がってるって言えばね、プロバイダーしても危ないから交換しざるを得ないよね、つってね。また小太郎さんがその動画見てね、2ヶ月前ね。おじいお疲れ様です。ちょっと遅かったんですが、この動画見た後直後にサポートに電話しまして、F660A に変えていただきました。部屋の模様替えで置き場かーって言いましたら、あっさり OK 取りました。こんなんならもっと早く電話すればよかったです。おいの湯は4日の午前中にいただくそうです。楽しみーってことでね。あっさり交換おめでとう。ね。仕事チェック楽しみです。思い返すと仕事が不安定でした。F660A が安定して出てくることを期待しますってことでね。よかったねーってことでね。ほんとね、この小太郎さんもね、動画を見ててくれてるからね、GTR さんのネタのこれでね、こうやってもう前側からブラーってなってんだよって言えばいいんだよってね、その通りにもう余分なことを言わないで、調子が悪いとか余分なこと言わないで、ね、模様替えで置き場がないって言ったらね、あっさり交換してくれたっていうね。ほんとね、この小太郎さん、でけ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 で、さあ、皆の者、部屋の模様替えで行きたぞ、後に続けって、おじいが動画作ったらね、みんな、部屋の模様替えでリフォームしてってね、あっさりと、で、縦じゃなきゃ置けないってね、言ったら、みんなすんなり交換ですね、ほんと。よかったね、小太郎さんもね、GTR さん、ほんとありがとうね、ほんとね。まあ、GTR さんの、大きなヒントがあって、ね、で、その大きなヒントをね、今度部屋の模様替えでっていう、ここをプラスアルファしてくれて完成したんだね。置き場がーっていうのがね、GTR さんと小太郎さんのね、ファインプレイです、これね。で、それをおじいが動画にまとめただけなんで、おじいのおかげでも何でもないんだよね。かって視聴者さんたちの動画のおかげです、これはね。ほんと。なのでね、こうして情報をくださった GTR さんとかね、小太郎さんに感謝したから、ありがとね、僕らも交換できたよってね。この2人がいなかったら、元気なおじいもこういうアドバイスができなかったからね、本当ね。どうしてこうなんだろうなって物事を考えてみるとね、もうどうやったらその F660A 一択しか選べない状態にしたらいいかな、逆算して考えてくるんだよ、答えから。F660A、まあ、こちらはいかがですかって言わせるためにはどうしたらいいだろうってね、そこから考えていけばね、こちらからの出方っていうものがおのずと出てくるわけです。これはね、そんなわけでね、このフランケルさんのね、長い道のりのね、調子が悪いから行くと要望が叶わない、そして自分からね、騎手を指定すると絶対にその願いを叶えてくれないっていうね、そういうことになるのでね、良い例と悪い例がこうして2つ揃ってるのでね、回り道をしなくてもね、部屋の模様替えで置き場所が今、落っこちとでダラーンって横置きが置けないんで、ダラーンってなってね、いやー危ない状態なんですけど、なんとかなりませんかね、立てんのとかないですかね、なんかないですかって言ったら、ありますよってね、あしらから言ってくれるか、それを待ちましょう。ね、はい、そんなわけで今回は、ニューロ光 F660A ONU 交換で喜びの声が殺到でございました。ね、どうせなんだったらね、元気なおじいのチャンネルを見てる視聴者さんだったら、勝ち組になろう。ね、というわけで、おじいでした。
情報が参考になった方はグダグダね、GTR さん、小太郎さんありがとうねと思った方はいいねを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね、バイバイ。